から見たギーザのピラミッド右から、クフ王、カフラー王、メンカウラー王のもの。手前の小さな三つのピラミッドは、メンカウラー王の衛星ピラミッドスフィンクスから見た、カフラー王のピラミッドエジプトのピラミッドは、エジプトに位置する、角錐の形をした古代のピラミッドである。2008年時点で138基が発見されている。そのほとんどは、 エジプト公王国からエジプト中央国時代のファラオか、その家族の墓である。ピラミッドは古代エジプト語では、上昇を意味する、メルという単語で呼ばれていた。エジプトのピラミッドのうち最も古いものは、ジェゼル王のピラミッドで、エジプト第三王朝の時代に作られた。このピラミッドと周囲の建造物は、イムホテプによってデザインされ、化粧石で作られた世界で最も古いモニュメントだと。 考えられている。エジプトのピラミッドで最もよく知られているのはカイロ郊外にあるギーザのピラミッドである。ギーザのピラミッドのいくつかは歴史上最も大きな建築物だと考えられている。ギーザにあるクフ王のピラミッドはエジプトのピラミッドで最も大きいものであり、世界の七不思議の一つに数えられている。サッカラにあるファラオのマスタバエジプトの王朝の初期の時代から マスタバとして知られるベンチ上の構造物は大きな意味を持っていた。文献上最初のエジプトのピラミッドはイムホテプにより作られたものであり、それはジェセルのために計画されたと考えられている。マスタバの上部同士を積み重ね、頂上まで何段にもなる大構造物にすることを最初に考えたのはイムホテプだと言われている。それを実現したものがジェセルの階段ピラミッドであり、 死んだファラオの魂が階段を上って天国に行けるようになっている。これこそが後のエジプト人にイムホテプを神聖しさせた重要な業績であった。ピラミッドが最も多く作られた時代はファラオの権威が絶対的であった時代と一致する。ギザのピラミッドの近くにある多くの有名なピラミッドができたのもこの時代である。時とともに権威は分散し、 ピラミッドの建設に必要な資源や熱意は失われていき、ピラミッドは小さく見すぼらしくなっていった。ピラミッド建設時代が収束してからも、その影響は周辺諸国にも及んだ。特に現在のスーダンにいたヌビア人に、その影響は著しいが見られる。サッカラには、石け向けとのみ完成の階段ピラミッドもあり、埋蔵ピラミッドとして知られている。考古学者は、 このピラミッドが完成していたら、ジェセルのもの以上の規模になったと推測している。サッカラの主要なピラミッド群の南方には、後の時代の小さなピラミッドの群があり、ペピ一世やペピ二世のピラミッドがある。その多くは保存状態が悪い。ペピ一世のピラミッドは、49年間の統治を終え、紀元前2283年に崩御した王の墓で、現在、ピラミッドは、 メンネフェルペピノナで知られている。第四王朝のファラオシェプスセスカーフは、ピラミッドの建設に対する興味も能力も持たなかった。サッカラ南部にある彼の墓は、大きなマスタバで寺院が付属し、ファラオのマスタバとして知られている。2008年末に、サッカラ北部で埋葬者不明のピラミッドが発見された。テ,ッティの母の墓だと考えられている。 約5メートルの高さだが、建設当時は14メートル程度あったと考えられている。墓の開封は2008年12月に行われた。スネフェルの赤いピラミッドダハシュールは、キーザとサッカラに次いで重要な場所であるが、軍事基地があったため1996年まで立ち入ることができなかった。そのため、考古学者による調査が、スネフェルのピラミッドは屈折ピラミッドとして知られ、 建設者が意図して核を滑らかに作った最初のピラミッドだと考えられている。屈折ピラミッドから北に数キロメートルの場所にはスネフェルの時代に作られた3つのピラミッドが残っている。そのうちの一つ赤いピラミッドは全ての角が完全に滑らかな最初のピラミッドであり、ギーザのクフ王のピラミッド、カフラー王のピラミッドに次いでエジプトで3番目に大きい。 その他ダハシュールにはアメイエムハト3世の黒いピラミッドや多くの小規模ピラミッドがある。ダハシュールの南にあるマズグ花にはエジプト第一中間期のファラオが建てたピラミッドがある。アメイエムハト1世のピラミッドリシュトにはアメイエムハト1世とその息子センセレと1世による2つの主要なピラミッドが知られている。後者は10個の小規模なピラミッドの廃墟に囲まれており、 そのうちの一つは、アメンエムハトのいとこであるカーバ二世。この場所は、ファイユームオアシスに近く、ダハシュールとメイドゥームの中間、カイロの約100キロメートル南方にある。また、エジプト第十二王朝の首都で現在は、正確な位置がわからないイタチウイにも近かったと考えられている。メイドゥームのピラミッドメイドゥームのピラミッドは、スネフェルの地政下で作られた三つのピラミッドのうちの一つで、 父親の船によって始められたと考えられている。しかし、この説は確実ではなく、この場所から船の名を記したものは何も見つかっていない。このピラミッドは当初階段ピラミッドとして建設され、後に段が埋められて滑らかなものに作り替えられた。このピラミッドは古代から中世にかけて幾度も破壊の危機にさらされた。中世のアラブ人は七段あったと記しているが、 今日では、上の三段しか残っていない。アメイ・エムハト三世のピラミッドアメイ・エムハト三世は、第十二王朝で、強い権力を持った最後のファラオであり、ファイユーム近くのハワーラにハワーラのピラミッドを建てた。セムセレト二世のピラミッドエルラフーンにある、セムセレト二世のピラミッドは、エジプト最南端のピラミッドである。12メートルの高さの天然の石灰岩を基礎に、用いることによって、 建設に必要な労働が大幅に抑えられている。下記の表はエジプトの主要なピラミッドを建設年代順に並べたものである。それぞれのピラミッドは建設を発注したファラオの名前で表され、およその年代と場所が記されている。ありがとうございます。